前回の絶対絶命都市、比嘉夏美さんのアナザーエンドを目指し首都島管理センター前から再スタートした雨竜エンタ、比嘉さんの弟春彦くんとの会話を終え、こまめに水をあげながら迎えたエンディングは一度見たエンディング2だった。アナザーエンドの条件を満たしていたと思っていたのだが、どこかをミスしたらしく、仕方なく夏美さんと初めて出会う遊園地のセーブポイントから再スタートを決意した。そしてここから約2時間にわたる戻し作業が始まった。ここからは以前の収録と全く同じ内容になるので、戻し作業の様子をダイジェストでご紹介。エンタもマイクの電源を完全に切っているのでナレーションベースでご案内します。二人は再会後、前回の教訓をもとに挨拶もそこそこに、早速水を飲ませる素っ気ない態度の雨竜エンタ。ありがとう。そして途中のフラグ回収も忘れずに実行。下の名前で呼び合う約束をしたり、弟は無事だと励ましたり、タンスの中を見たことを正直に告白したり、こんな時にあなたも早く乗ってください。救助ヘリに乗らず民間人を銃殺しようとした警官の都築さんと、それを阻止した部下の飯坂さんを残し、薩摩公園を目指して進んでいったりした。またメイスタジアムではパートナーの選択に迷わず比嘉夏美さんを選んだ。首都島管理センターでは夏美さんの弟春彦くんと夏美さんとの会話をした。そして首都島管理センターで取り忘れていたコンパスを見つけ出す。ですね黙々とやり続けまして、なんとかねここまで来まして、首都島管理センターですか、ここまで来ました。2時間52分ですね。でコンパスを取ってなかったんですよね、2周目の時かな。ちょっと取り忘れてました。ここにコンパスがあるそうです。スペランカーコンパス、スペランカーだ完全にちょっと待って、久しぶりに喋ってるからすっげえタン絡んでるわすいません。スペランカーコンパスね。はい。スペランカーもアイテムですから。はい。じゃあこれでね、グッドエンド。グッドエンドじゃない。アナザーエンドを目指しましょう。水飲みましょうか。はい、じゃあまあこんな感じで引き続きやっていきまーす。ありがとう。いや、いいんだ。水をあげ続けた戻し作業、一気にご覧いただこう。ありがとう。ありがとう。総水あげ回数は26回以上にもなった。そしていよいよ2時間の沈黙を経て、アナザーエンドへの扉を叩く時が来た。はい。ということで、約2時間ぐらいかな戻し作業やりまして、もうラストシーンのところまでやってきました。もうこれでできなかったらすっごい泣くある意味このエンディングは泣けるものになるかな。これでね、アナザーエンド行かなかったら泣くよ。ということで行きましょうか。無事アナザーエンド行けるかどうか行ってみましょう。さあ行け。君にはいろいろなことを知られてしまっている。私にとって極めて不都合だ。
死んでくれるかも。ホット、なんだ、聞きたいことがある。なんだこんな時に。重要な話だ。見てなかったんだけど、夏美さんが撃たれたの。なんだ、早くしろ。ごめんなさい、ちょっと今見てなかった今。あ、そんなすぐ変化がある。私の家族を殺したのはお前か。何のことだ。夏美さん撃たれたけど誰も気にしないんだね。10年前の事故はお前が仕組んだ。そうか、答えてくれ。どうなんだ。答えろ。失礼な、そんな安っぽいことはしていない。ちゃんと事故に見えていただろう。役に立つやつだと思ったがな。つくづく要領の悪い男だ。それにしても君、やはり君がいるとよくない。もういい加減にしてくれ、迷惑だ。この10年は充実していた。生きる目標をくれたお前には感謝している。礼を言いたい。そんなに暴れるな。友達だろ、もう少し付き合ってくれ。いやこれどうなんのこれ。完全にウリュウエンタは無傷だぞ。ここどうすんだ、どうすんだ。お、地震。おお、滑る滑る。おお、日傘。夏美、夏美。おお、満身創痍だ。大丈夫、怪我は。体中痛いけどとりあえず大丈夫。撃たれたところは痛いけどかすっただけみたい。大丈夫。でもありがとう、エンタさん。なんでありがとうと言われんだ。もう上へは行けなくなっちゃったの。どっかに道があるだろう。行くぞ。開かない。開かないんかい。お、なんだ。お、お、なんか知らんけど、これ見よがしに落ちてきたから、これ乗ろう。どうなんのこれ。これは完全にアナザーエンド入りましたね。お、お、給水所。誰の喉を癒すというのだね。もうアナザーエンド入ったのに。もう完全にこのエンディング入るために水あげ続けてたからね。何回ぐらい水あげてた、あれ。めちゃくちゃ水あげてましたからね。おう、ちょっと待って、この夏美さんと手をつなぐと、この入りづらいんだよな。この動きがね、なんかすごく緩やかなカーブを描くから、すんごいこういう階段とか登りづらいんですよ。で、いっぱいなんか崩れてってけど、全然音が鳴らないんだけど、これなんなん。そんな無音で崩れていくかね、こういうビルが。よし、足音しか聞こえないもんね。いやー、長かった、このエンディングにたどり着くまでの時間がプライスレスだよ、本当に。やっと来ましたよ。エンディング4やったかな、これ。さあ、
どうなる、この後どうなる。お、はしご、これはレディーファーストやろ。やな、レディーファーストやろ、どう考えても。まあまあいいえ、うん、2人とも登れたならそれでいいわ。おお、どうした。おお、大丈夫か。どうする、あの鉄柱の一番上行くの。あー、沈みゆく、ビルが沈んでいく。お、抱き合う二人、グラサン男グラサン安全第一。でもよう考えてみたら、これ26歳の新聞記者と高校生が抱き合ってるからないろいろとあれだぞ、週刊誌に書かれたりとかするやつやったぞ、うん、え、これで終わりっすかえ、誰か助けに来てみたいな終わりちゃうちゃうちゃう。え、これこっち、こっちの方がバッドエンドじゃないですかこれあれ、ヘリが来てとかじゃないの、何これマジかよ俺2時間かけて出した結果これ2時間の結果がこれですか。このなんかもうピアノでもう完全に悲しくさせようとしているこのエンディングちょっと誰か助けに来てあげてよ。もうどうしようもないのこれ、これで終わり。ちょっとなんでこんな後味悪いの、アナザーエンドの方が。こんだけ出す条件厳しいのにさ、めちゃくちゃ水与え続けたのに。本当に多分ね、これこっちのエンディングいかなかった理由は、一つは多分そのペットボトルの水を大量にも飲ませてなかったっていうところと、あとメイスタジアムでパートナーを一回陣内さんを選んじゃったんですね。でそれから比嘉さん選んだんで、そこら辺の分岐がちょっと間違ったんじゃないですかね。あの一つのボケのせいでね、この2時間かかったんじゃないかなと思うんですけど、沈んじゃいましたねあれ、完全に沈んだな沈みゆく首都島に日が夏みと共に残る。僕は彼女を残して首都島から出ることはできなかった。なんということだ。あれを素直にエンタが撃たれてたらこんなことにもならなかったのに。結局死ぬんかいっていう。だって陣内さんにさ、意地でも記事を書け言われて、わかりましたっつって迎えたエンディングがこれですよ比嘉さんが撃たれたがために放っておけなくなっちゃって、そして2人で一緒に島と共に飲み込まれていったっていうエンドでしょ。いやー悲しいなこれ、なんか納得いかないわ納得いかねえわこれ。はい、まあちょっととりあえず上書き、保存しとこう。このコンパスとかいろんな撮って4時間28分でしょ、それを全部無視してやると3時間11分でクリアしましたねはい、ということでした。じゃあそうですね、次回からはここですね、こっから再開して、あれだね、相沢さん、マリさんと一緒に、旅をして、でまだ見つけてないコンパスがあと3つやったかな、3つある、それを取りながら、まずエンディング5ですね、エンディング5、パートナー相沢さん選んで1人だけボートで脱出する、さつき公園で1人だけボートで脱出する、このエンディングを見てから、相沢さんのアナザーエンド、
こちらの方を見ていこうということで、やっていきたいと思います。ということで、次回もお楽しみください。